はいどうも皆さんこんにちは強いことゆうまですということで、ね、今日も一日試合やっていきましょう今日は2019年の12月5日の木曜日ですねはい、えー、今日もですね昨日言った通りテストはいえー、後期中間テストかなうん <laughs> そのテストがね何なのかも忘れるぐらいテストがないのでねはいまあ、今日も、えー、テストがなかったので一日休みということでバイトもね奇跡的に今日は休みということではい一日家にいましたけどもうん一日家にいて何してたかなうんジャンプ読んでましたね <laughs> はい、えー、といととうことで今日も CD 紹介やっていきましょう、えー、今日でねテスト終わりなので明日から普通に学校なんですけどまあ明日はどうなんだろうねできんのかなまあい,いやとりあえず、まあ、本編というか内容に入っていきましょう、えー、今回紹介する CD はこちらでございますはいエグザイルで「キャリオン運命の人」ということでね、はい、ちょっとこう珍しいというか多分エグザイルで唯一じゃないかな、えー、表ジャケットがまあこの3人淳牧、えー、大博さんの3人で裏ジャケットがえと、ー。 松の3人というまあ計6人ということで広げるとなんかこうエグザイルというね最初のこの何て言うのこの真ん中の I「I、えー」がエグザイルの「I」になって EXILE ということでこう開くと一つのパッケージになるというちょっと珍しい多分本当にこれだけなんじゃないかなと思うんですけどはいちょっと画期的なね感じの <laughs> デザインになってますが結構好きですねでこんな感じ本当がねかっこいいのこのエグザイルのフォントが逆かこんな感じはい。 で、こっちもね、こんな感じです。中開けていくとですね、これですね、よく見ると、これ、リングになってて、あのリングって、あの、ボクシングとか、プロレスとかやるね、リングね、あのリング。で、<laughs> あのビーズのリングとか、小袋のリングとかじゃなくてね、知ってる人いないか、はい、<laughs> えー、こんな感じです。開けると、このリングになってます。なんか特設会場、プロレス特設会場みたいな感じになってますけど。で、ここ帯ですね、帯はね、ちょっとね、 広いんですよちょっと比較テーション持ってきてないんで分かりづらいかもしれないんですけど普通の帯ってこんぐらいです多分こんぐらいだから多分この分多いですはいえー、定価が書いてありますねここに <laughs> こうね裏見えちゃったもうあの紹介すれば見えちゃった定価1,050円でございますはいえー、最近のね最近っていうかこの当時の最近ねもう2004年だから全然最近じゃないんですけどあのー んあのエターナルから始まった4ヶ月違うあの中途トレインから始まった4ヶ月連続リリースであのエターナルからオーバーは、えー、3個は完全生産限定だったんですけどその4つかその4つが800円だったんでちょっと高く感じるかなと思うんですけど、えー、ダブルあのー タイアップシングルでありまして A 面まあ両 A 面ってやつですねキャリオンと運命の人って2曲シングルが収録されているのでそう考えるとかなり安いですね1050円ということで、えー、収録曲がここに書いてあります、えー、後ろがねあの 基本的に CD って表ジャケットで後ろがなんかこう曲書いてあるイメージがあると思うんですけどここにねあの今回は表裏どっちも CD のジャケットだったのでここに収録曲が書いてありますちょっとねあのピントが合わないんで分かりづらいと思うんですけど「キャリオン運命の人」っていうシングル2曲とカラオケバージョンそしてもう1個「Together」っていうねあの1回歌いましたね「Breathe in Together」っていうシングルで出てます7枚目8枚目か8枚目のシングルなんですけど そ次はあのホットマンバージョンっていうのが入ってます。えホットマンっていうねあのドラマやってたんですけどそれで使われたリミックスバージョンですね。はい、で裏はえさっきちょっと見せちゃったんですけどあのディスコグラフィーとこれき昨,、ね、昨日紹介した DVD ね ESPV3 でその前紹介したエクゼルエンターテインメントみたいな感じでね今までのアルバムと、えー、さ直近の DVD でここは、えー、ライブツアーと、えー、ファンクラブ入れよバカ野郎ってやつですねいつものり。 でここはこんな感じ。これも開くとこうなってます。はい。もうこっちも見,や,見やすいね。CD で見るようにね。で中のね広告がめっちゃかっこいいんですよ。これが多分元になった画像なんですけど。はい。これね、俺こ,こっちの方がいいと思ったんだけど <laughs>、これでエグザイルキャリオ運命の人って書いてある方がめっちゃねかっこいいと思うんですけど。で裏はなんかエグザイルのな,なんだこれ。アイテム満載 FX。はい。 でこの CD はコピーコントロール CD です。コピーしませんよ、大丈夫です、ちゃんと聞きます。はいそしてこれがです EXILE、ね・ s e ー c r e t p a r t y のお知らせということで、応募したら当たるかもしれませんよ、皆さん2004年のやつですけど。はいうで、中身はです、ね、これです、1枚だけです。はい、1枚だけというか、見開きだけです、えー。キャリオン運命の人、そして次は g の、えー、ホットマンバージョンの歌詞もしっかり書いてあります。ということで、これはですね、次は g ホットマンバージョンはね、ちょっとこう省略バージョンになってるんで、ね、なってる。って 口釜は、ね、なってるのでトゥギャザーとちょっとだけ歌詞が違うんですよねはい、えー、それがちょっと味噌ですだから乗ってます一緒だったら多分乗ってないんで、はい、ということで、ま、さっき言った通り定価は1050円で僕はですね多分近くの中古屋でね100円って <laughs> またしても100円で買ってしまったと思いますはいね百100円ね安いよね <laughs> 安いよねとか言ってすいませんね もう新品とか売ってないんで多分これも中古で買うしかないと思います。え今もですね多分今でもそんぐらいで100円から200円ぐらいで買えると思います。はい、ぜひぜひ買っってくださいどっちもいいどちも曲なんでということでね今日ね歌うのをねどうしようかということなんですよ。まあ、それがなぜかというといつもなら別にねキャリーオン歌ってるんですけどあのー、キャリーオンも運命の人も別の動画で歌わせていただいております。えー 一日一緒のね再生リストありますのでそちらからえすぐ見つかると思うんですけど「えー、キャリオン運命の人、えー」2個溜まっちゃった時に両 A ンシングル何かないかな「キャリオン運命の人」ああじゃあ歌おうどっちもってことで「キャリオンも運命の人」も歌っちゃってますねシングルどっちも歌ってしまってるということであともう1個「あの次はザホットマンバージョンが入ってるんでどうしようかな歌詞違うから違う曲と見なしてもらえますかね。<laughs> 一回トゥギャザーオリジナルバージョンの方はもう歌ってるんですけど歌ってるんですけど、えー、ホットマンバージョンの方を歌いますまああのアレンジの違いっていうのはどちらかというとホットマンバージョンの方がゆっくりアカペラっぽくなってるんですよねだからちょっとこう俺の企画からするとありがたい感じになってますじゃあホットマンバージョン歌いましょうかねそれでは聴いてください EXILE で「キャリオン運命の人」収録のトゥギャザーホットマンバージョンというね、えー、トゥギャザーのアレンジバージョンでございますお願いします きっとシ一社にでスどこまでも君と歩いていけたらいつの日かそう必ずたどり着けるから 「抱きしめてするキスだとか交わす言葉が足りない」「そんなこともこれからあるのかもしれない」 けれど素顔でそばにいて支えあえたらいつしか君なしではいれない僕がそこにいるようきっとしゃにですどこまでも君と いけたら「NELFOREPA」「このすべてで守り続けるさ」「守り続けるさ」っていう結構ねあの。 オリジナルバージョンとは違う感じの曲なんですよね。はい。<laughs> あのー、声声ってか息か息が続かねえよぐらいの感じで結構あのー、ねあのー、アカペラは全としていて結構僕は好きですね。はい。 <laughs> ということで今日はここら辺で終わりにしたいと思います、えー、少しでもねいいなと思ってくださいました高評価とタンそてチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いしますそしてツイッターのフォローもよろしくお願いしますねはいそして僕が初期的に猫が猫というレベルがありますそちらもぜひぜひ、えー、チェックしていただけるとありがたいです明日はねさっき言った通り、えー、学校が、えー、ついに始まりますのでまたちょっと CD 紹介あ出せるかなどうかなーってとこなんですけどまた出せるとしたら次のシングルになると思いますはい土曜小でした9分ぴったりするよさよなら